トール通り、ヨシスケトール通り、ヨシ延ケ遠2年9月14日は、越前国出身の鎌倉時代中期の総統集の、総永平寺三世、大常寺解散。地元の藤原氏に生まれ、13歳の時に、地元の波著寺にて、日本だるま州の懐館について出家、ヨ明の法名を受ける。19歳の時に、比叡山に登って受戒したが、1241年に、 懐館とろとともに、山城国深草さ強制寺の道元の下に参じた。囲碁道元に指示し、永平寺で、天祖、漢字などの養殖を務めた。道元の没後は、今江城に指示し、途中、1259年に日葬し、諸寺院にて、各種の祈祷や審議を学んだ。その後帰国して、永平寺の規則や、儀式の整備などを行った。その後、 運営四年に栄城の後を継いで、永平寺第三世になるが、日本だるま集計と相当集計の内部対立を収めきれず、同九年に辞任し、麓に世を立てて、老母と共に隠居。あとは再び栄城が就任した。栄城の没後の公安三年に再び永平寺十字となるが、両派の対立を収集できず、永人元年に永平寺を出て、加賀国に移り、大常寺を、 新言衆寺院から全寺に改めてその解散となった。弟子には後に相当衆発展の基礎を築いた大祖経山上金がいる。義員の没後、吉助と義員のいずれを永平寺三代とするかで、双方の与党とたちの間で、さらに総論があった福井県市街頭部分道元も行っていた、竜神や観音菩薩への祈祷だけでなく、 般若業や十六前身への祈祷を持ち込んだ大村2006ありがとうございます。